こんにちは。奈良市高校生観光特派員、市川真帆です。今日は奈良を盛り上げるお祭り、天平祭に行ってきたいと思います。天平祭は平城宮跡を舞台に春、夏、秋と開催されています。奈良の夏の一大イベント婆娑羅祭りもこの会場を舞台に行われました。実行委員会の会長にお話を伺いました。この催しの魅力について教えてください。はい、この平城宮天平祭は2011年から平城遷都1300年祭の後を引き継いで、この平城宮跡で祭りを根付かせようということで、新たな名前としてスタートした祭りです。祭りを通して、日本国内あるいは世界のいろんなところから、奈良の素晴らしさ、そして奈良が日本の守る場であるということをより多くの方に知っていただくように、そんなふうに祭りを盛り上げていきたいなと思っております。ここでは天平時代の人々の衣装を着ることができます。私も挑戦してみたいと思います。着替え終わりました。昔の人はこのような衣装を着ていたんですね。ちびっ子たちも天平時代にタイムスリップ。天平衣装を着てみた感想はどうですか？そうですね、昔のこの平城京の中でこういう古代衣装を着てすごく、古代人になったような感じがします。なんかいろんな地域の食べ物がギュッと凝縮されてどれも美味しそうですね。夏の天平祭は様々なイベントが祭りを盛り上げます。会場はいろいろな光で彩られとてもロマンチックです。天平衣装を身にまとった人たちが歩く天平行列があります。キラキラと光る衣装で幻想的な感じがします。すごい華やかな衣装がいっぱい見れて、でみんな女性の方がすごい、すごい美人でいいですね。羨ましいです。天平祭、歴史を感じるこの地奈良で大人も子供も恋人も友達も楽しめるイベントが盛りだくさんです。ぜひ足を運んでください。また会いましょう。